ハイランドでアンドレ・ジョーダン・ジュニアは、アメリカが州国テキサス州ヒューストン出身のプロバスケットボール選手。NBA のロサンゼルス・レイカーズに所属している。ポジションはセンター。テキサス州ヒューストンに生まれる。高校時代に1試合37得点、20ブロックを同時に記録するなど活躍を見せ、パレード市のオールアメリカンや2度の終選抜に選ばれた。 2007年の夏には U-19、世界選手権の代表メンバーに選出されるが、1試合平均、わずか9分の出場時間しか与えられず、チームも準優勝に終わる。大学は、数あるリクルートの中からテキサス A&M 大学に進学。1シーズンのみの在籍ながら、ビッグ12カンファレンスのオールルーキーチームに選出される。 身体能力は高く評価されており、2008年の NBA ドラフトにアーリーエントリーし、上位指名が予想されていたが、2巡目35位での指名となった。クリッパーズ入団後は、チーム内に故障者が続出したこともあり、1年目の途中からスターティングメンバーに昇格する。初の先発出場となった2009年1月19日の、 ミネソタティンバー・ウルブズ戦では10リバウンド、6ブロックを記録。2011年12月11日、制限付き f w になっていたジョーダンは、ゴールデンステートウォーリアーズが提示した4年4300万ドルのオファーシートにサインしたが、数日後にクリッパーズが同じ契約を提示し、残留することが決定した。シーズンの開幕前に、 背番号を9から6に変更した。このシーズンはロックアウト解除後の全66試合に出場した。クリスマスに行われたウォリアーズ戦でキャリアハイとなる8ブロックをマークした。2013年3月10日のデトロイトピストンズ戦でダンクオブザイヤーに選ばれる豪快なアリウープダンクを披露した。第2球残り4分半に右サイドをドライブしたクリス・ポールのロブパスを フリースローラインあたりから走り込んできたジョーダンが空中で受ける。ピストンズのブランドンナイトが阻止しようと飛んだものの、それをものともせずに右手一本でリングに叩き込んだ。チームは56勝を挙げ、プレーオフに進出するが、プレーオフでは満足なプレーができず、チームも満足な結果を残せなかった。オフには、 ラスベガスでのアメリカ代表のキャンプに招集された。このシーズンからチームの指揮を取ったドックリバースの方針により出場時間が大幅に増加し、一役チームになくてはならない選手となった。全82試合に先発出場し、1試合平均35分間の出場で10.4得点、13.5リバウンド、2.5ブロック、 フィールドゴール成功率67.6%を記録し、初のリバウンドを獲得。また最優秀守備選手賞の投票でも、ジョアキム・ノア、ロイ・ヒバートに次ぐ3位となり、リーグを代表するディフェンダーと肩を並べた。オフェンスでも、自身初となる、平均10得点以上を記録し、ダブルダブルも42回達成。 ダンク数は82試合で245回という記録を残した。チームも球団記録となる57勝を記録し、カンファレンス3位でプレイオフ進出を果たした。プレイオフでは1回戦でゴールデンステートウォリアーズと対決。ジョーダンは先発センターのアンドリュー・ボーガットを怪我で、カいたウォリアーズのインサイドを制圧。第1戦から3試合連続5ブロック。 第3戦で22リバウンド、第5戦でプレーオフキャリア範囲となる25得点等、スモールラインナップに苦しんだ第4戦を除くすべての試合で存在感を示し、12.1得点、15.1リバウンド、4.0ブロック、FG 率75.7%の成績を残し、7戦までもつれたシリーズを制する原動力となる。 しかし2回戦のオクラホマシティサンダーとのシリーズでは6.7得点、9.5リバウンドと目立った活躍ができず、チームも2勝4敗で敗退した。このシーズン、ジョーダンは飛躍のシーズンとなった昨シーズンから、さらに存在感を増し、レギュラーシーズンの全82試合に先発出場し、1試合平均34.4分の出場時間で11.5得点、15.0、 リバウンド2.2ブロック、フィールドゴール成功率71.0%、252ダンクを記録、2年連続リバウンド王のタイトルを獲得し、さらに、フィールドゴール成功率でもリーグ1位を記録した。また、1シーズンの合計リバウンド数での球団新記録、史上2人目となる1シーズンのフィールドゴール成功率70%以上を記録。 5月21日、オール NBA サードチームに選ばれた。最優秀守備選手賞の投票でも、昨シーズン同様3位に入った。チーム内での存在感も前年よりさらに増し、特にインサイドの主力のグリフィンを故障で書いた期間は2試合連続で20得点、20リバウンド以上を記録するなどしし粉陣の活躍を見せた。 シーズン終盤になり、サンアントニオスパーズなどが、シーズン成功率39.7%の、フリースローという弱点をつくハックア・ディェ j を仕掛けて、来るなど苦労したこともあったが、プレイオフファーストラウンドでは、そのスパーズを4勝3敗で下す、原動力となった。2015年7月3日、ダラス・マーベリックスと4年8000万ドルの、 巨額契約を結ぶことを合意したが、7月9日のモラトリアム明けにクリッパーズの説得になびき、結局4年8770万ドルで残留契約を結んだ。2016年1月13日のマイアミヒート戦に欠場し、2011年3月から続いていた連続試合出場記録が360試合で途切れた。 同シーズンは、自身初の NBA オールスターゲームの出場メンバーに選出され、フィールドゴール成功率は5年連続で、リーグ1位を記録した。2018年1月24日に行われた、ボストンセルティックス戦に出場し、ランディ・スミスが保持していた、球団最多出場試合数715試合に、並んだ。2日後の26日に行われた、 メンフィスグリズリーズ戦に出場し最多記録を716試合に更新した。2018年2月14日に行われたセルティックス戦でキャリアハイとなる30得点を記録。試合はクリッパーズが129から119で勝利した。3月9日に行われたクリーブランドキャバリアーズ戦で20得点。 23、リバウンドを記録し、試合はクリッパーズが116から102で勝利した。この年は、平均31.5分で12.0得点。フィールドゴール成功率が64.5%まで低下し、クリントカペラをわずかに下回り、リーグ1位は5年連続で途切れた。15.2リバウンドと58%の、 フリースロー成功率は自己最高を更新した。チームはカンファレンス10位で7シーズンぶりにプレイオフ進出を逃した。2018年7月、かつて高等での契約に合意したダラス・マーベリックスと1年2400万ドルで契約。しかし、チームは低迷し、なおかつ1年契約だったために、すぐさまトレード候補に挙げられた。 2019年1月31日、クリスタプス・ポルジンギス・ガラミの大型トレードにより、ニューヨーク・ニックスに移籍した。この年のオフに、FA となった。2019年6月30日に、ケビン・デュラントとカイリー・アービングと共に4年4000万ドルで、ブルックリン・ネッツに移籍した。2019から20シーズンはチームに自信と、 プレイスタイルの似たジャレット・アレンがいたため、ベンチからの出場が主となった。2020から21シーズンは、シーズン途中に、ジェームズ・ハーデン絡みの大型トレードで、アレンが移籍したこともあり、主に先発で起用されたが、クリッパーズ時代の同僚であるブレイク・グリフィンが、加入してからは控えに回り、プレイオフでは全く出番がなかった。 2021年9月4日にジャーリール・オカホー、セク・ドゥムブヤとのトレードでデトロイト・ピストンズに放出され、7日に契約解除に合意し、解雇となり、FA となった。その後、9日にロサンゼルス・レイカーズと1年260万ドルで契約した。 b a s k e t b a l l r e f e r e n c e c o m ありがとうございます。